MLB、大谷翔平、次回登板は18日アスレチックス戦。ルース以来2桁勝利 &2 桁本塁打なるか。W ソックス、ウエンゼルス、日本時間15日、シカゴ、エンゼルス、大谷翔平投手の次回登板は17日、日本時間18日の本拠地アスレチックス戦に決まった。ジョー・マドン監督が14日、 同15日の敵地ホワイトソックス戦前の会見で明言した。勝てば両リーグでは1914年レーブルース以来103年ぶりの2桁勝利 &2 桁本塁打を達成する。大谷は前回登板10日、同11日のアストロズ戦で4回途中6失点で今季2敗目。ヒア安打9はメジャー自己ワーストで自身の連勝が8で止まった。アスレチックス戦は 今季2試合登板して0勝1敗、防御率2.25。マドン監督は、今後それまでの間に万事順調に進めば金曜日になるはずだと話した。同一シーズン、2桁勝利 &2 桁本塁打は、1918年にルースが記録、ニグロリーグを含めると、 1922年にブレット、ローガンが14勝 &15 本塁打をマークして以来99年ぶりのメガ LB。記録となる。